どうも、こんにちは。即可塾のコボです、えー。今回ですね、ちょっとご覧いただきたい材料、指標があるんですよ。矢印してるところに3月10日、米国雇用統計っていうのがありますよね。えー、今日3月3日が第1回目のお金曜日なんで、私今日かなと思ったんですけども、これね、視聴されてる方からちょっとね、ご指摘いただきまして、どうも今月は3月10日に 雇用統計発表だということなんで、ああ、私もね、ちょっとうっかりしてましたということで確認して皆さんにご連絡申し上げます。まあ、ただ、この時間に、まあ、玉を持ってる方ってのは、そんなにいないと思いますので、直接関係ないれば関係ないんですけどもね。ああ、でも、やっぱりこう、分かった以上は皆さんに連絡しておきたいなと思いまして、その他の3月の雇用統計とともに、皆さんにこうやってお伝えしております。それでは、ああ、引き続きよろしくお願いします。また、午後にでもね、相場解説させてもらいます。